はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、やっときましたね、ウィッチエッグクラフトバイスマスター。まあ、このモンスターまたですかおじさんがマサデュエル界隈ではめちゃくちゃはびこってまして、やっとの思いで実装ということで、今回はこのモンスターを使っていこうというふうに思っております。めちゃくちゃエッチですよね、このモンスターで。これどういうモンスターかっていうと、あと融合モンスターでウィッチクラフトモンスタープラス魔法使いモンスターっていう、まあ、結構ウィッチクラフトデッキであれば割と出しやすい条件になっています。で、効果なんですけども、魔法使い族モンスターか魔法カードの効果が発動したときに、それに遅延する形で、効果が3つあって、これをね、起動できるんですよね。1ターンに1度、それぞれ1回ずつ。だから、魔法使い族モンスターか魔法カードの効果が発動したらしただけ、全部で効果3回使えるってことですね。1回目でフィールドのカードを破壊して、2回目でウィッチクラフト出して、で3回目でウィッチクラフトのマジックトラップカードを回収するみたいな動きもできるんで、まあ、一応魔法使い族モンスターか魔法カードの効果が発動するっていう条件ですけど、まあ、ここで、打てれば、まあ、最大3回効果を使うことができるということで、これ非常に強力なモンスターとなっています。ウィッチクラフトデッキはこのモンスターを立てることが結構重要なギミックになってくるかなっていう感じですね。で、今回は、まあ、何と組み合わせてるかっていうと、もちろん純正で組んでもいいんですけど、ちょっと純正だけだとやっぱりね、ちょっとね、出しにくいってなんでね、バイスマスターって。一応今回、診断で登場した、ウィッチクラフトコンフュージョンっていうのが専用融合になってるんですけど、簡単に言うと、ただの手札融合なんですよ。これなんか、ツイッターではコンフュージョン UR なのなんでっていうのが、なんかツイッターでトレンドになってたらしいですけど、これただの手札融合です。マジで。デッキ融合でもなんでもありません。でこのカードを今回は狂気の3積みしました。はい。もう絶対に手札融合するっていうか、絶対にバイスマスターは出すっていう気概ですね。で、まあもちろんね、今回楽園と組み合わせてますんで、魔法使いではありません、彼らは。だからもちろん事故ることはあります。あるけど、なんか UR でコナミが設定してきたから、もう意地でも使ってやろうと思って、私はもう3積みしました。はい。まあ割とね、今回魔法使い族の手札誘発を、まあ、採用してまして、エフェクトベーラーとか、ドローランドロックバードとか、この辺が魔法使い族なので、まあ、一応フィールド手札に、あれば、ウィッチクラフトとプラスして融合できるんで、まあ悪くはないかなって感じですね。まあ、この辺は全然魔法使いじゃないけど、今からでも魔法使いになってくんねえかな。ほんで、出し方は基本的には楽園融合を絡めて出していくことが多いですね。まあ、コンフュージョンでもちろん素引きしたコンフュージョンで出していくこともあるんですけど、基本的には楽園融合。これなんでかっていうと、レベル8 の、 融合モンスターなので、まあ、ルベリオンとかアルビオンとかの効果で出せるんですよ、バイスマスターが。で、特に楽園融合で、ルベリオンとかを出しに行く場合、闇属性墓地をくれるんで、ハイネが闇属性なんですよね。ちょっと光属性は一応マサベル君がいますし、まあ、マサベルちょっと1枚しか入ってないんであれですけど、この辺のモンスターを落として融合していけるので、割と出ます、バイスマスター自体は。はい。で、最もね、なんだろうな、有名なというか強いコンボは、楽園の起源っていうこのカードなんですよ。これが今回のキーカードですね。これプラス、ウィッチクラフトモンスターのハンドからの動きが結構強いんで、これちょっと先に解説 を入れてから対戦動画を見ていただければなと思いますんで、早速ちょっとやっていきましょう。ハンド的にはね、楽園の起源プラス、ウィッチクラフトモンスターっていうのが強くて、ちょっとウィッチクラフトモンスターいないんですけど、ウィッチクラフト持ってきますね。まあ、とりあえず、ウィッチクラフト のシュミット持ってくるじゃないですか。で、このハンドです。このね、ウィッチクラフトモンスタープラス、楽園の起源っていう、このハンドがね、結構強くて、まず起源効果発動するんですけど、起源効果発動して、ウィッチクラフトシュミッターを、見せながら、マスオブカオス墓地送って、さらに、シュミッター墓地送りながら、スプリカンズキット持ってこれますと。まあ、今回一応引いてんですけど、まあ、一応持ってない手でいきますね。で、持ってきて、で、スプリガンズキット普通に召喚しますと。で、スプリガンズキットの効果によって楽園系のマジックトラップ持ってこれるんで、ここで楽園融合を持ってくる。はい。で、手札じゃ戻さないといけないんでね。ちょっと手札は消費激しいですけど、スプリガンズキット戻します。で、楽園を打つと。これもうすでにですね、もう、ウィッチクラフトモンスタープラス魔法使い揃ってるんですよ。だからね、融合できるんです、バイスマスターを。で、アルビオンですね。エクレシアと、アルバス墓地を送って、まあ、とりあえずアルビオンを特殊召喚で、アルビオンの効果発動、除外して融合墓地をね。で、ここでバイスマスターです、出せます。マスオブカオスとシュミッター、まあ、シュミッターね、若干もったいないですけどね、ここ使っちゃうので。バイスマスター爆誕すると。で、ここの2体使って融合できます。さらに、ビーストアイズペンダムドラゴンっていう謎モンスター、はい、
そうするとアルビオンが墓地行くんですよね。これが結構強くて、エンドフェーズ入ると、アルビオンの効果とエクレシアの効果が両方とも発動します。まずアルビオンの効果で、赤の楽園を、まあ持ってこれるよと。で、これもう即座に打ちたいんで、これとりあえず打ちます。で、赤の楽園をかます。で、アルバスの楽園落ちてるんで、アルバスの楽園で、融合していきます。でその効果にチェーンしてバイスマスターの効果を発動。でバイスマスターの効果で、敵からビッチクラフトモンスター出せるので、あ、これ破壊する効果も選べちゃうから、これ気をつけてくださいね、はい、で、シュミッターで赤の楽園から、特殊召喚ですね。まあここはまあ出したいモンスター出せばいいんだけど、まあミラジェイドが一番強そうなんでミラジェイド出しますね。でこことここでミラジェイド、はい。で、エクレシア効果で、ウィッチクラフトのバイスマスターの効果一応起動できますね。回収していきましょう。エクレシアの効果で、魔法使いズゴモンスターの効果発動してるんで、自分の墓地からウィッチクラフト魔法カードを回収で、ほい。でさらにエクレシア回収、ほい。こんな感じ。これがね一応理想ムーブかな。で一応魔法カードが今、2枚あるんですけど、まあ、本来だったらねちょっと1枚なんだけど、これで一応シュミッターが変身できる感じですね、はい。でシュミッター変身して、でまあちょっとやるか、やった方がいいな、はい。打たれます。でメインフェーズ入ってるんでこう変身できます。シュミッター、ここだな、まあ、魔法カードを打たれたらデッキからウィッチクラフト出せるんで、ウィッチクラフトとりあえず敵に出しておきます。はい、なんかジェニーかなんか出しておきます。でシュミッタ効果で魔法カードを捨てて変身しますよの効果にチェーンして、バイスマスターの効果で自分の墓地から魔法トラップカードを回収しますみたいな。これが理想ムーブですかね、先行の、はい。こうすると次のシュミッタでリクルートしてくる、まあハイネでもマサベルでもどっちもいいんですけど、まあ、ハイネ特殊召喚したらハイネのコストも確保できるみたいな感じです。これが一応、あ、やばい、はい、やばいカード打たれましたけども、はい、まあこんな感じです。回し方はこんな感じ。よし、最強カードは来た。この後は最強カードを通しに行けばいいだけだこの最強カードをなんとかして通したい俺は。まあ最強カードって言ったところで楽融合が取んないと結局このデッキあんま意味ないけどね。名前そうだな、相手どうしか。最強カードのサーチが許されたぞ。とりあえずじゃあこれ通るうわー、やったー、よっしゃはい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 、なるほどね。断罪は落ちてると了解しました。これもしかして芝も楽園融合も両方とも通ってくれるっていうクソ上振れ展開来る。それはでかすぎるな、あまりにも。でこれボッチが超えてる状態だともう基本的にルベリオンイコールバイスマスターなんで、はい、バイスマスターです。これはこれ実質バイスマスターで、黒五竜をボッチ送って、融合召喚してルベリオンで、ルベリオン効果除外化、自分の墓地かフィールドからなんかモンスター戻すして融合、はい。で、バイスマスター出す。これはな、あ、そう誘発結構ね魔法使い採用してるんで、割と誘発のところで融合していくことも結構あります。でバイスマスター、バイスマスター出して、で一旦そうですね、とりあえずアルバスの楽園を気に戻して、断罪落ちてるからこれ赤採用してるんで、これ赤これ落としまして回収しましょう。でこのね断罪のこの回収効果めちゃくちゃ強くて、これ楽園系のマジックトラップカードを回収できるんですよね。でも赤をまあ回収して、まあ、ちょっと妨害にしていくことができると、落とせばね、はい。とりあえずねジェニーで自分の墓地のウィッチガクト魔法コピーできるんですよ、効果。
でこれで、一応、ハイネちゃんが出てくるよっていう効果にチェーンして、魔法使いモンスターの効果発動したからバイスマスターの効果発動きた。いけバイスマスター。ビッチクラフトモンスターを特殊召喚。いっぱい帰ってくるから、これすごい強そうな場面でいきますね。これ自分の墓地にビッチクラフト魔法が落ちてるので、使ってない効果、一番の効果使ってないビッチクラフトはね全部返ってくるんですよ、エンドフェイズに。それがマジでやばいです。一旦エンドですね。で、なんかこれ帰ってきすぎて、これ手札捨てなきゃいけなくなる。やばい、ちょっとカードが帰ってきすぎる、やばすぎる。カード帰ってきすぎて捨てなきゃいけないんだけど、これやばくない、このデッキやばいでしょ。もうシュミッターもういらないか。魔法カードはね、何枚やってもいいですからね、こんなものは。こんなものはもう200枚ぐらい手札にかかった方が強いですからね、ビッチクラフトは。なんで、まあ、手札に200枚ビッチクラフト魔法カードを抱えて対戦するのが、勝ちへの近道。金テレ、なるほど。どっちだろうな、パンクかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、一回変身しといた方がいいか。ウィッチクラフトシュミッタ効果、ウィッチクラフトクリエーションを墓地に送ってウィッチクラフト変身するよ。超変身。さあここからのマスターベーション、間違えた、マスターベールを特殊召喚して、で金テレってことは、あ、サイフレームギア、サイフレームギアか、スプライトかな、ということはスプライターですね、多分おそらく。ってことはですよ、フィールド上のレベル2を消した方がいいですね。ということはフィールド上のレベル2を消した方がよろしい。サイフレームギアガンマを対象に取り、そのモンスターを破壊。よし。ちなみに一応バイストリートの効果で、一応一ターンに一度だけウィッチクラフトモンスターは破壊されません、効果で。あー、将来神決め、将来神劇的に決め。エフェクトベーラー発動。ちょっと開門めんどくさいんで無効にしましょう。破壊したら意味ないか、破壊したら意味ないな。エフェクトベーラーの意味だから、エフェクトベーラーで無効にした後に破壊しなきゃいけない。はい。フルーで、あのモンスターも残すとやばいので、赤の楽園で消しに行こう。さあ、赤の楽園の効果発動。自分の持ちの、アルバスを回収。にチェーンして、ウィッチガクとバイスマスターの効果。フィードのカードを破壊。さあ、てめえの暗黒の将来神とかいう、キメえモンスターには消えてもらうぜ。キャー、あの人がパンツ触ってきたーって言って、あなたのことなんか嫌いって言って破壊する。で、赤の楽園の効果発動、あるいはその楽園を回収し、フィールドのモンスターと融合召喚を行うぜ。まあ、一応ちょっと白雪の盤面残しておきますか、これね。上に出しましょうか。ミラージェイド、はい、これ着地狩り講座始まりました。着地狩り講座、今2回着地狩りしてます。はい、今2回着地狩り中。ハイネと、バイスマスターの効果で2回着地狩りして成功している。ちなみにミラージェイド、まだある緊急テレポート、強えなあいつ。一応ウィッチクラフトバイスマスターの効果で回収した方がいい気がするけど、まあちょっと一回ますか。はい。で、まあ、それも消していけばいいです。ひたすらに消していく。もうこれでスターターライト無理なんですけどね、相手多分。でスターターで出てきたモンスターを白雪で裏返すれば。一生着地狩りしてないけど俺、これワンターン4着地狩りですよ。やばくないですか。いや、4回着地狩られたらいくらなんでもスプライト勝ってないでしょこれ、さすがにね。ワンターン4着地狩りはスプライト泣いちゃうよ。ドロー、あー強い。適当になんか盾で殴ったら勝ちか、これ。芝刈りとかいうカード禁止になるんじゃねこれ。絶対禁止になるよねこれ。いや、これ次の制限書いて絶対芝刈り禁止でしょか、リミット1か。でもリミット1でも引かれた時キモいからな。もうちょっとどうなるか分かりませんが、芝刈りにはさよならを僕は告げたいと思います。対戦ありがとうございました。2戦目ちょっとすげえ長かったんで、リプレイ解説というかリプレイ実況していきたいと思います。で、相手魔獣の怪獣っていう獣族3体出してくるやばいカード、激ヤバカード打ってきたんで、増殖する G をぶん投げて即座にガンマだけはすいませんって言いながら特殊召喚されて、まあ増 G 通ったんで、まあそんなにやばいことは起きないだろうなっていう感じですね。で、ワクワクメルフィーズ、出てくる。ワクワクメルフィーズは、相手のターンに自分をエクストデッキに戻すと、なんか、まあ、分裂して素材を墓地から特殊召喚できるよっていう効果あるんで、なんか全部持ってきます、ね、これで。はい。
で、ドローフェーズ、メインフェーズ入って開幕効果、まあ、これちょっとスタンバイとかで打った方がよかったんですよ。で、アルベル効果で楽園融合を持ってこれる、楽園融合発動で増殖処理で打たれる、で増殖打たれるのでメルフィーズの効果で、変身ですね、さっき言ったように変身効果に対して増殖打ちました。まあ、ドロバールンでも別にこうガメてもよかった気がするな、今考えたら。普通にガメてもやってもしんねえで、はい、まあ、どうせ自分がドロバー打つからね、これは。はい、で1枚ドローする。で、楽園融合通って素材はあれです、ハイネです、ハイネとアルバスで、ルベリオン効果発動、白雪で、ルベリオン破壊される、破壊されちゃうなと思ったので、まあ、ミラージュル出したいなと思ってここでね、確か中の枠に行ったんですよね。でドロバ打つ、ゾウジ撃たれてる時でもね、ドロバ打って一応ドロー止めれるんで、一応ね、まあ相性はあの自分の増殖してるジットはめちゃくちゃ悪いけど、まあ誘発としては非常に優秀で、赤打つ、まあ、どうせ破壊されるからミラージュル出しかったんで、ここで、アルバスを回収して、はい、でルベリオンとアルバスでミラージェイダー出していく、はい、で、はい、で、ドロール取った。で、カラントーサ効果で対象なくなって破壊できない。融合召喚、ウィッチクラフト、バイスマスター出たー、このモンスターね、これが最強です。はい、で、あ、ちなみにこうやってね、あのルベリオンとかの効果でバンバン出していけるんで、まあ、一応ウィッチクラフトと魔法使いつくモンスターが墓地にいれば結構いけます。で、あのハイネが闇属性なんでね、あ、戻っちゃったか。ハイネ闇属性なんで一応ルベリオンで送れますし。で、メルフィパピー効果使われて変身されるよっていう効果打たれたんで、ミラージェイドでしっかりと除外しようって言ったら、スプライトスマッシャーズバーン打たれて、うぜーっつって、ウィッチクラフトバイスマスターの効果、魔法ガードの効果が、発動したときか、魔法使いつくモンスターの効果が発動したときに、この3つの効果からね、選んで特殊感できるんですけども、フィールドのカード破壊するか、ウィッチクラフト特殊感するか、ウィッチクラフト魔法トラップカード回収するか。ちなみにウィッチクラフト魔法カードは一切ありません。1ミリもありません。はい、で、シュミッタ出してきて、カラントーサ、除外、カラントーサを破壊か、破壊して、でミラジェードで、パピーを除外。はい、でミラジェード効果で一応全部パ効果でバトルフェーズ入る。まあ、ワンキルはちょっと取れなかったんですけども、まあバイスマスターがここから結構強いので、もうちょっと見せていきたいなと思います。で、ラカの楽園をセット、これで相手ターンにね、アルベルを拾って、まあ、何らかの融合モンスター出せると、まあ、ルベリオンとかも、ルベリオンじゃねえや、デスピア のクエリティスとかも出せるし、今回は使用量徴収日記を出そうとしてるんで、赤でアルベル拾って、でさらに魔法カードの効果発動したんで、バイスマスターの効果でデッキから、ビッチクラフトとか出せると、レベル6以下なんで、あの状況出せないですよね。だからハイネとか、マスターベールとか、あのメスガキね、あれ出せないんですよね。はい、そこだけ注意。で、アルベル回収して、で、アルベルで、ドヤ顔マスカレード着地。はい、ここで使用の調整する。3500しかないんで、3500しかないんで結構きつい。ちなみに、あの、このスプライトスターターとか、あの、ダメージ受けるんで、こうなってくるとスターター打てないんですよ、相手。結構きついと思います。このマスカレードが。で、魔獣の怪獣ぶち込まれて、レベル2、単体また出てくる。で、このタイミングでは、打ちませんでした。バイスマスターは。で、白雪が墓地に落ちてたんで、白雪の効果で、まあ、墓地 あのリソース全部流れますけど、全部ボロとも除外して、このキットっていうモンスターだけは墓地送っちゃいけないと思ったんで、特殊召喚してキットだけ裏側にします。はい、でキャッシー出してきてランク2してくる。でフルダヌキ3台いいっすね。でそのモンスターで出てきて、でこいつが打点がね、フィールド上のモンスター一番高い打点のトークン出すっていう効果なんですよ。だからこれで一応なんかあのマスカレード殴られちゃうなと思ったんですよね。なのでマスカレード殴られないようにエフェクティングベーラーをぶっ込んで打点が出ないと。でこれでマスカレードを処理しにくい相手は非常に厳しい。はい、でみたいでフェルジット出してくる。でフェルジットからまた展開してくるなと思ったので、ここでシュミットの効果、変身するよっていう効果ですね。でこの変身するよっていう効果にチェーンしてバイスマスターの効果発動する。魔法使いモンスターの効果が発動すると、相手フィールドのカードを1枚選んで破壊することができる。強い。これで相手のフェレジットをぶっ殺す。パカーン。
フェルジット一応1枚ドロー1枚、戻しっていう効果あるから、ね、これで陣掛けしてくることができますから、ね、でフェルジット効果1枚ドロー戻すで相手何もいないと、まあ、ここまでね、魔法カードが全然見えてなくて、これで結構、ね、弱点なんですよ。ウィッチクラフトね、墓地にねウィッチクラフト魔法落ちないとあんまりね回収できないからね、全然たまんなくて、魔法が手札にこれがきついとこっすね。はい、ただ一応マスもう相手1100しかないから、効果あと1回しか使えないし、使用量徴収に切れば、はい、ということで、シュミッタ効果、バイスマスター効果チェーンして発動、フィールドのカード1枚選んで破壊するよという効果、はい、で後ろ破壊するでスターターでしたと、まあ、スターターはね打てませんからこいつがいるから、はい、でぶん殴っていく、でパピーが一応変身するけど、もう相手残り500しかない。はい、著作権払ってください。ゆっくり茶番劇対戦ありがとうございました。まあ、魔法カードなくてもこのバイスマスターさえ出れば意外となんとかなる感じですかね。うわー、なんもねー、召喚権がちょっと被りがきなんだよね。やっぱウィッチクラフトってさ、普通さ、純正よりっていうか楽園とか入ってないデッキとかだと、多分なんかマジシャンズソウルズとか入れてる人が結構多いみたいだけど、あー、お茶マジックとかいう最強カード捨てられてるんですけど、やばくないですか、そのデッキ、そのデッキガチやばくないですか。お茶マジック、やばい、それやばい、しかもロイヤル加工じゃん。お茶マジックロイヤル加工からの雑魚ども3体回収、デストーイパッチワーク、やばい、ガチでやばいことしてる。デストイパッチワークからの、融合回収エッジインプチェーンで融合か、はい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 、これ何を出してくるやつ。きめー、出たー、もっこりキングさんは来た。いやもうこれちょっと待って、いやそこまでだったらいいけどさ、モンスターゾーン埋まってないから、いやちょっと待って、もう一体とかはきついからやめてね。いや、やばい。ちょっと待ってくれ、それはあかん、ダメ。あー、ナチュラルエクストリアなんだ。いや十分きついけど、え、ナチュラルエクストリアってこと、うわー、やばいかもしれない、これはちょっとね、地獄みたいなこと起きそう、これもう一回出てくる。いや無理だろ、無理だろこれ、誰が勝てんねんこれ、ふざけんな、クソすぎるだろこれ、ちょっと待ってくれ、は誰が勝てんだよこのデッキ。